皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日のメイク講座は、今日からできる付属のチップや指を使って基本のアイシャドウの塗り方をご紹介していきます。動画の途中からは応用編でブラシやシリコンチップを使用してカラーメイクに挑戦しています。よかったら最後までお付き合いお願いします。スタート。それでは簡単に綺麗なグラデーションができる方法をご紹介します。まず準備していただくのはこちら、一番明るいカラーですね。ハイライトカラーを準備します。その後に締め色となる一番濃いカラーを準備します。そしてこのハイライトカラーと締め色の間のカラーである中間色を準備します。3色があると綺麗なグラデーションが作りやすいです。今回はマリー・クワントのアイオープナーを使用します。マット、パール、メタリック、トゥインクル、グリッターの5種類の質感で、なんと120色展開のアイシャドウです。しっとり感のある油性成分配合のため、目元を乾燥から守りつつピタッと密着し、高発色で初心者の方でも扱いやすいです。右からバニラホワイト、オレンジゴールド、コーヒーブラウンです。ちょっと指塗りとチップ塗りの違いをご覧いただきたいんですが、指塗りは密着が高まり発色が良くなるので、淡いカラーを塗るときやラメが入ったアイシャドウはラメ落ちの対策ができます。そのためハイライトカラーや中間色を重ねるときに指塗りをするのがおすすめです。一方チップは重ねたような重たい発色です。締め色に使用したり、目の際に重ねるときにおすすめです。それではチップと指を使って塗っていきます。目の縦幅が大きく見える基本の塗り方です。ハイライトカラーを指を使って眉毛の下の骨から左右に動かしながら、目の際に向かって下がり塗り広げます。眉毛の下の鼻球骨を高くすることで目元に立体感が生まれました。一番濃いから締め色を使います。目を縦に大きく見せたい方は黒目からスタートです。指塗りもチップ塗りも最初に置いたところが一番濃く発色します。そのため最初に置く場所がポイントになります。今度はこれをぼかすように左右に塗り広げてワイパー塗りをします。締め色の境目を中間色を使って指塗りでぼかします。黒目からスタートで左右に動かしながらアイホールまで塗り広げます。ここでアイホールを確認していただきたいんですが、アイホールは軽く目を閉じるとここに眼球と骨の間にくぼみがあります。ここをアイホールと言います。ご自身のアイホールを確認してここまで塗り広げます。目の下はハイライトカラーを目頭から目尻に向かって、中間色を目尻から中央に向かって重ねます。縦に大きいクリッとした目に仕上がります。今度は目の横幅が出る塗り方です。先ほどと同様です。鼻球骨からまつげの生え際まで伸ばし広げます。チップを使って目尻側に締め色をのせます。そして目頭方向に一方方向に伸ばし広げます。中間色も目尻側に置いたら目頭方向に伸ばし広げます。目の下は目尻側3分の1に締め色を重ね、境目をぼかすように中間色を目頭側に向かいグラデーションを作ります。目の横幅が出て切れ長な目元に仕上がります。それではカラーメイクをもっと楽しめるように、マリー・クワントのアイオープナー120色の中からカラーや質感を組み合わせてカラーメイクをしていきます。カラーメイクを楽しむための参考になれれば嬉しく思います。それではスタート。こちらピンク系のカラーをメインに使って可愛い感じに仕上げていきます。キラキラ輝くほんのりピンクのピーチピンク、明るく黄色みがかった大粒のラメが可愛いフラミンゴピンク、落ち着いたくすみピンクのフェードピンクを使用します。ラメの多いトゥインクルの質感のピンクを使用していきます。指で重ねるとこのようにピタッと密着しますが、マリー・クワントからニュアンスコントロールチップというものが出ていて、これを使用すると指で塗るのとは違ってしっかりとした発色です。この可愛らしいピンクとラメを活かしたいので、ニュアンスコントロールチップを使用していきます。目を大きく見せたいので目の中央にのせたら、左右に動かしながら徐々にアイホールへと塗り広げ上げていきます。
アイシャドウが足りないなと思ってアイシャドウを取って、足りないところからスタートしてしまうとそこがねしっかり色がついてしまってムラムラになってしまいます。スタート地点に戻って置いてからもう一度このように塗り広げます。そうするとムラのない綺麗な発色に仕上がります。ニュアンスコントロールチップのいいところは、このラメのアイシャドウをスポンジタイプのチップで使用するとこのスポンジの網目にラメが入ってしまってラメが少なくなったりするんですよ。だけどこれは表面がツルツルだからラメを吸収することがないので、そのままのラメを表現することができます。ニュアンスコントロールチップのおかげですごい綺麗にラメがついています。こちらの濃いピンクをまつげの際に埋めていきます。全体に細く引いた後に黒目の上だけちょっと太さを足します。目の下はそのまま濃いカラーを使用して垂れ目を作ります。目の下はホワイトのカラーをのせて涙袋をぷっくりと強調していきます。ラメが入ることで潤んだ目元を表現できます。指塗りやチップ塗りと違ってブラシはふわっとした発色です。アイシャドウをふわっと淡く入れたい時に使えるツールです。このホワイトのハイライトカラーをブラシを使ってふんわりと重ねていきます。眉毛の下からこのように C ゾーンに入れます。そうすると立体感と華やかさがプラスされます。口紅はマリークワントのリップミックスです。明るめのナチュラルピンクを全体に重ねた後、やや暗めの鮮やかなレッドを中心に重ねグラデリップに。チークもマリークワントです。ブラッシュベビーの青みよりのベールピンクを黒目の下に丸く入れ可愛く仕上げました。ラメが入っていると可愛らしさが倍増するので目元はキラキラ輝く質感のものを選びました。はい、これから春にかけて流行ってくるブルーの寒色系を使用していくんですが、流行りだからといってまぶた全体に重ねてしまうとバブリーで古臭いメイクになってしまうので、一番幅広く使う中間色はこちらのベージュを使って落ち着いた印象にしていきます。肌なじみが良いバニラホワイトとオレンジゴールドは落ち着いたパールの質感で、ターコイズブルーはラメが輝く異なる質感を選ぶことでより際立ちます。中間色のベージュはふわっと発色させたいのでブラシを使って塗っていきます。目頭から目尻に向かってふんわりとぼかします。ではこちらのブルーをシリコンチップを使用して重ねていきます。目尻側に太めに入れた後、目頭に向かって細く際に入れていきます。下まぶたは目尻側だけターコイズブルーを入れ、バニラホワイトを目頭くの字に入れます。ホワイトを鼻球骨にふんわりと重ねます。目元を強調したいのでリップはベージュを使います。クールな口元に仕上がるヌードベージュです。チークはあえてつけずチークレスに仕上げたら完成です。クールで大人っぽいカラーメイクに仕上がります。アイシャドウに慣れてきたらぜひブラシ塗りも挑戦してみてください。指塗りやチップ塗りなどと違ってアイシャドウの濃淡の細かい微調整が可能になります。そのためグラデーションがより綺麗な仕上がりになります。綺麗なグラデーションが作れるため大人っぽく見せたい日やきちんと感を出したい時におすすめです。こちらのパープルをメインに使用して使っていくんですが、質感も落ち着いたパールやマットなものを選ばれるといいです。バニラホワイト、青みがかったシェルピンク、くすみのあるオールドローズを使用します。ホワイトをアイホール全体に重ねます。目の際から左右に動かして徐々に上へと伸ばします。淡いパープルをアイホールに広げていきます。目の際から左右に動かして徐々に上へと伸ばし広げます。小さめのブラシに変えて濃いパープルをのせます。こちらも目の際から左右に動かして徐々に上へと二重のラインを目安に塗り広げます。小さめのブラシを使用することで濃く発色します。淡いパープルと濃いパープルを取ったら手の甲などで混ぜ合わせます。これを目の下に入れます。こちらのホワイトを目頭から中央に向かって伸ばし広げます。
最後は綺麗な指を使って優しく撫でるとグラデーションが綺麗に仕上がります。ローズ系のチークを使用していきます。頬骨に沿って淡く発色させることで大人っぽく仕上がります。で、黒目の内側に入らないように重ねます。リップはこちらの赤系のカラーを使用します。落ち着いた鮮やかなレッドを輪郭をきちんと取ることで大人っぽい口元に仕上がります。大人レディーなパープルメイクに仕上がりました。グレーのカラーをメインにクールでかっこいいメイクにしていきます。バニラホワイトとメタリックな質感のライトグレー、そしてパールが控えめなウォームグレーを使用します。ではまぶた全体にホワイトを重ねます。シリコンチップを使用してこちらのグレーを重ねていきます。目尻側をオーバーに重ねたら目頭へと伸ばし広げます。メタリックな質感がかっこいいです。チップを使用して濃いグレーをアイライナー風に入れていきます。上下ともまつげの際に細く入れたら目尻は跳ね上げます。チークはこの頬骨の下に入れて骨格的に見せていきます。今年はベージュ系のカラーが流行るのでこのヌードベージュも押さえておきます。囲み合いのクールな目元のスモーキーメイクです。アイメイクが強めな時はチーク、リップは控えめにするとバランスがいいです。続いてはカラーも質感もそれぞれ異なる4色のカラーを使用してカラフルメイクをしていきます。発色とラメ落ちを防ぐためにこちらアイシャドウベースを重ねていきます。マリー・クワントのアイグロスはカバー力がありくすみをカバーできます。ベタつきがないから上からアイシャドウを重ねてもムラになりにくいです。アイシャドウは黄色みが強いサーモンピンクと星のように輝くシャーベットイエロー、濡れたように仕上がるミントグリーンに大粒ラメのグリッターピンクを使用します。カラーも質感も色とりどりに合わせます。目頭から3分の1を目安にサーモンピンクを重ねます。目尻3分の1はグリーンを重ねます。中央はしっかりと発色するように押さえるようにのせます。目尻側は3分の1にサーモンピンクを重ね、目頭側にグリッターを置きます。チークは頬の下に小さく三角に入れていきます。日焼けをしたような元気な頬に仕上がります。チークに合わせてリップも鮮やかなオレンジを選びました。このようにポンポン重ねてカジュアルに仕上げます。自分も周りも元気になるカラフルメイクの完成です。以上がアイシャドウの基本の塗り方とマリー・クワントのアイシャドウのアイオープナーを使用してカラーメイクをしました。アイオープナーは別売りのパレットに入れればこのように自分のオリジナルのパレットを作ることができます。そしてアイオープナーに限らずチークやリップも入れることができます。リップはアイシャドウやチークのパウダー系と一緒にしてしまうとちょっと粉が入ってしまう恐れがあるので別にするのがおすすめです。アイオープナーはカラーも質感も違う120色展開です。必ずあなたに似合うカラーが見つかると思うのでぜひ店頭やサイトでチェックしてみてください。サイトは下の概要欄からチェックできます。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターもやっていますのでそちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。